ウェルギリウス、プーブリウス・ウェルギリウス・マーロー、紀元前70年10月15日。紀元前19年9月21日は、ラテン文学の黄金期を現出させたラテン語詩人の一人で、ある。共和制ローマ末の内乱の時代から、オクタヴィアノスの台頭に伴う訂正の確立期に、その生涯を過ごした、生涯。牧歌、農耕史、アエネイスの3作品によって知られる、作品。 ヨーロッパ文学史上、ラテン文学において、最も重視される人物である、ジュヨ業。記事は、ガリア・キサルピナのアンデスという村で、現在のビルジーリオ付近のアンデスという農村と考えられている。ベルギリウスは、クレモナとミラノで教育を受けた後、ローマで、修辞学、弁論術、医学、天文学などを治め、その後、エピクロス学派の哲学を学んだ。 ウェルギリウス作品の注釈者によると、ウェルギリウスは5歳から教育を受け始め、クレモーナ、ミラロへ、弁論術と医学、天文学を学びに行き、最後にローマへ行ったが、彼はこれらの学問を学ぶのを放棄し、哲学を学んだという。セルウィウスによると、学友の間ではウェルギリウスが極度に引っ込み事案で、なかなか人と打ち解けない男と思われていて、そのよそよそしさから、 木娘を意味するパルテニアスという棚が付けられていたという。また、生涯を通じて身体強権にあらず、不具者のような暮らしをしていたという。ガイウス・ユリウス・カイサルの暗殺後、マルクス・アントニウスとオクタヴィアヌスは、フィリッピの戦いで、マルクス・ユニウス・ブルトゥスらの勢力を破ったが、その後オクタヴィアヌスは、退役軍人に農地を与えるため、イタリア各地で農地の没収を始めた。 その際、ウェルギリウスの農地も一時募集の浮き目に遭うが、オクタヴィアヌスに直訴することで、募集を免れた。ガイウス・アシニュース・ポッリオの被護を受けて、ウェルギリウスは、没家を完成させる。それが、オクタヴィアヌスの長身であったガイウス・マイケナスの目に、止まり、以後その経済的援助を受け、施策活動を行った。紀元前19年、50歳で没した。 ウェルギリウスの電気的事項を伝える同時代資料としては彼の友人が書いた電気が存在したが四世紀までには散逸してしまった。しかし一世紀に書かれた書物、例えばのウェルギリウス作品の注釈やスエトニウスが表したウェルギリウス伝などに引用される形で一部が残った。スエトニウスのウェルギリウス伝には四世紀にウェルギリウス作品に重要な注釈を残した。 批評家として知られるマウルスセルウィウス・ホノラトゥスとアエリウス・ドナトゥスの二人によ、注釈が付加された。ホノラトゥスとドナトゥスの注釈が、ベルギリウスの電気的事項に関して、数多くの真実を伝えていることに疑いはない。しかしながら、ベルギリウスの試作品に謳われた内容から現実に、起きたことの偶意を見出すといった推測や、恣意的な解釈もあることが指摘されている。 近代的な研究手法の確立以前に書かれたウェルギリウス伝は皆このようなホノラトゥスとドナトゥスの注釈を根拠にしているためそこに描写された生涯の記述のすべてを鵜呑みにすることできない以上に述べたような問題点があることは一旦おいて伝統的なウェルギリウス伝に基づき詩人の生涯の記述を試みるならばウェルギリウスは クラッススとポンペイウスが執政官を務めた年、元前70年にガリア・キサルピナのアンデス村に生まれた。アンデス村のあった場所は、現代イタリアのロンバルディア州マントバ近くにあるコムーネ、ビルジーリオの中心部から少し離れたところに、否定されている。なお、このコムーネの名称、ビルジーリオはウェルギリウスを、生誕地という誉れを示すものである。また、 伝統的な電気技術によれば、ウェルギリウスの生まれついた家紋は、特別復帰でもなく中流であったとされる。他方で、現代の古典学においては、詩人の自が上流階級にあったと考えること多い。母親は裕福な商人の娘、ポッタマジオ、ポイアマギオであり、父親のノ面メンとコグノ面メンは、息子と同じウェルギリウス・マーロウ、ベルギリウス・マーローであった。 父親のプライノーメンは伝わっていない。標準的な電気記述によれば、父親は生じ主であり、養蜂と農業と畜産で生計を立て、注意深く自分の仕事に取り組んでいた人物とされる。伝承によると、クラッススとポンペイウスが、新しい執政官であった時、キゥスルクレティウスカルスが世を去った日と同じ日付に、幼い男の子が純白の塔画を身にまとったと、表現れる。 白い塔がを身にまとうは、通過儀礼を意味する聖句。このように伝承上は、ウェルギリウスと、の作者ルクレティウスとの間に何かしらの因縁がある、ことが暗示されてきた。しかしながら、このようなサンボリズムにもかかわらず、ウェルギリウスの作品には、ルクレティウスの影響よりもむしろ、ガイウス・ワレリウス・カトゥルスの影響の方が強く、認められる。カトゥルスは、 ウェルギリウスの生誕地に近いベローナに生まれた恋愛、エレギーや詩人であるが、ウェルギリウスが彼のことを個人的に知っていたと想像する余地は十分にあると言われている。その根拠は、牧歌の中で、ウェルギリウスが、当代の他の詩人たちに敬意を込めて、謝辞を述べる箇所で、カトゥルスのいる文学サークルに属した、や、後のアエネインスの皇帝者、 クイントス・ホラティウス・フラックスなどに言及していると読めることである。カトルスとの信仰については不明な点が多いが、ホラティウスとの信仰については確実に深いものがあったことが確認でき、ホラティウスは、ウェルギリウスのことを私の魂の半分、アニマエデミディアムメアへと呼びかけるほどであった。ホラティウスによれば、ウェルギリウスは後に、 偉大な批評家となるプブリウス・クインクティリウス・ウアルスや、ラテン文芸におけるの地位を確立した詩人とも、すぐに親友になった。ベルギリウスは、最初に、クレモナ、ついで、ミラノ、ローマに留学し、最後に、ギリシア文化の町ナポリへ行き、文学、哲学、法律、医学、マテマティカといった、様々な分野の学問を深く学んだ。ナポリに早といった、レートリ系。 修辞術やギリシア哲学に通じた東大随一の雄弁家、哲学者がおり、ベルギリウスは彼らの講義を受けた。ベルギリウスは20年続いた内乱の時代、CF 内乱の一世紀にガイウス・アシニウス・ポッリオの知己を得たことが確実視されている。ポッリオは、の詩人の一人として、カトゥルスの文学サークルに属する文学者であると同時に、政治上重要な人物であり、 軍の司令官でもあった。過去に、オクタヴィアヌスがピリッポイの戦い、全42年で勝利を収めたその翌日、カエサル派のレギオンへの報酬とするため、イタリア半島の大量の土地を収容した際、ポッティオはキサルピーナにおいて、複数のレギオンを指揮した。後に、オクタヴィアヌスに対抗する者たちが挙兵した際は、マルクス・アントニウスに味方した。 このではオクタヴィアヌス派が優勢になった。牧歌大旧館に歌われた内容を解釈したところによると、おそらくは、ベェルギリウスの父の所領は没収され、辞書を所有する権利は失われると同時に、そこで暮らしていくこともできなくなったとみられる。伝承によると、ベェルギリウスはアイネイスを執筆するため、3年かけて小アジアとギリシアを旅した。その際、 メガラの近くで熱中症にかかって、取材の旅の中断を余儀なくされ、紀元前19年にブリンディジに戻ってきた時は瀕死の状態であったという。ベルギリウスが亡くなる時、アエネイスは未完に終わることになり、主人は友人のとを遺言の執行者に指名し、不完全なアエネイスを焼き捨ててほしいと頼んだ。しかし皇帝アウグスティスがそれに反対し、 ウアリウスに作品を出版させた。ウェルギリウスは仮葬され、遺界は生前の望みに従ってナポリ湾に面した町クリプタネアポリタナに運ばれ、そこに埋葬された。この町は現在のポッツオリに当たると否定されており、ウェルギリウスの墓という伝説のある大きな廃墟がある。廃墟にはウェルギリウスの生涯の要約をエレギーやリ律で歌うエピタフがあった。 このエピタフはウェルギリウスが亡くなってから相当の時間が経ってから作られたものと推定されている。ウェルギリウス作品ホ位、アペンディックス・バージリアナは、ウェルギリウスが亡くなった時に何人かの友人の注釈者が詩人の若い頃に作ったとされる作品を集めて、アペンディックス・バージリアナというタイトルを冠したものである。しかし、少なからぬ量の偽作が含まれていることが指摘されている。 ホイに収められた詩の一つ、カタレプトン、ヨシナ仕事の意は十五編の短い歌であるが、新作の可能性が高いとされる。この、カタレプトンによると、ベルギリウスはナポリでエピクロス派の指論に哲学を学んでいた頃に、詩作を始めたという。同じく、ホイに収められた、キュレクス、これも、ヨシナ仕事あるいは、長寿の意は、詩人が一人称で語る歌である。 西暦一世紀にはすでに、ベルギリウスの作品であると言われていた作品ではあるが、偽作の可能性もある。牧歌は、ベルギリウスの第一作である。先週ともいい、特に英米語圏ではもっぱら、先週と呼ばれる。シチリア生まれの詩人テオクリトスの牧歌の影響を、大いに受けているため、その背景はコス島とシチリアを基礎とし、ギリシア文化圏の道リス方言の発祥地である。 アルカディアになっているが、実際には、当時のイタリアの風物や人物を織り込んでおり、イタリアをその後継地としており、昇華された理想郷として超越して理念化されている。このことは、テオクリトスの牧歌と対照的である。牧歌は六歩脚で歌われた詩集である。伝統的な電気記述によると、ウェルギリウスが制作を始めたのが、紀元前42年。 詩集の出版が紀元前39から38年とされるが疑わしい。ヘレニズム派の詩人、テオクリトスはギリシア語の六歩脚で伝言の情景を歌い、伝言し、牧歌のジャンルを開拓したが、本作、ウェルギリウスの牧歌もテオクリトスの様式を大まかに襲わしている。オクタヴィアヌスは紀元前42年にピリッポイの戦いで、 ユリウスカイサルを暗殺した者たちに引きられた軍を破ったが自分に付き従ったレギオンへの褒美としてイタリア半島北部土地を収容し彼らに分け与えることを考えた伝統的な電気技術に沿った推測によるとマ万島は近くにウェルギリウスが有していた辞書もその収容の対象になったそしてこの一族の農地の喪失とこれを取り戻そうとする思いを歌にするという 施策を通した西願活動こそが、ウェルギリウスが、牧歌を制作した動機であったというのが、伝統的な解釈である。しかしながら、現在では、作品の解釈を通して、支持されない推測である。牧歌第一歌と第九歌でウェルギリウスは確かに、田園誌に典型的なイディオムを借りて、対比的に、土地収容の非道によりは来たつ劇場を歌う。しかしそこには、 伝承通りの電気的事項の証拠と間違いなく言えるものは全く示されていない。ウェルギリウスその人と作中の様々な登場人物とを結びつけ、彼らの不沈に詩人の生涯を読み取ろうとする読みは昔からあるものである。例えば、第一課にある年老いた農夫が新しい神に捧げる感謝の言葉や師匠のおちごさんへの届かぬ思いを歌う第二課の詩人。 詩人の師匠が過去に、いくつかの伝言詩を制作したという第五課の文言。これらに、ベルギリウスの実体験の繁栄を見る説が昔から、ある。しかしながら、架空の作品、フィクションから電気的事項を書き集める。この種の作業を拒絶する研究者が、近年の大勢を占める。現代の西洋古典学においては、同時代の生活や思想が描き出されたものとして、作品を捉え、 作者の人格やテーマを解釈することが好まれる。前十歌からなる、牧歌はヘレニズム派の伝言師の伝統を受け継ぎながらも、新たな資座でその主題を捉えている。第一歌及び、第九歌は、土地の没収とその波紋について歌い、第二、三歌は、同性愛と両性愛の魅力を歌い、牧歌的であると同時に、エロティックである。第四歌は、 アシニウスポリオに当てた形式をとっているが、救世主の歌とも呼ばれている。これは、第四歌中で歌われる、ある赤子の誕生に対して、ウェルギリウスが黄金時代の到来を思わせる比喩を用いることに、その由縁がある。その赤子が誰を指すのかは不明であり、議論され続けている。第五歌は、歌比べにおいて、ダフニスの神話を物語、り、第六歌は、宇宙的で、 神話的なシルーアーヌスの歌を歌う。第七課で歌比べはいよいよ熱を持ち、第八課で再びダフニスの神話に戻る。第十課では同時代のエレギア詩人ガイウス・コルネリウスがルスのジュナを歌う。ベルギリウスは本作でペロポンネソス半島に実在する一地方であるアルカディアを理想郷のアルカディアとして定位せしめたと考えられている。牧歌が確立した。 アルカディア像は西洋文学と西洋美術に現代まで連綿と続く影響を与えた。また、ラテン文学における伝言詞は本作の影響を受けたティトスカルプルニウスシクスやマルクス・アウレリウス・オリンピウス・ネメシアヌスなどによりさらなる発展を見た。牧歌の出版、紀元前37年頃の後のいつか、詳細な時期は不明であるが、ヴェルギリウスは マエケナスのサークルに加わる。マエケナスはオクタヴィアヌスに、種寿の問題を取り継いだり、彼から相談を受けたりする有能な実務家で、文芸に引い出たたのを、オクタヴィアヌスの勢力に引き入れることで名門の、家柄の人々の間に、ハンマクス・アントニウス感情を引き起こす工作を、行っていた。ベルギリウスは、当代の優れた詩人の間にもその名がよく、知られるようになっており、ホラテウスは、 その試作の中で何度も彼に、つい言及している。後に、アエネイースの編集を行ったウアリウスルフスとも、知り合った。伝統的電気記述によると、マエケナスの求めに応じて、ウェルギリウスは7年間をかけて、おそらく紀元前37年から29年、長編詞、濃厚詞を制作した。という現代はギリシア語に由来する。ウェルギリウスは本作をマエケナスに検定した。 農耕史の表向きのテーマは、農場の経営方法を紹介することにある。このテーマに取り組むにあたって、ウェルギリウスは、ヘシオドスの仕事と日々やヘレニズム派の詩人たちによる教訓詩の伝統に則っ,った形式を採用した。そのため、本作は六院客、ヘクサメトロスの教訓詩形式で書かれている。全4巻本の農耕史のうち、第1巻と第2巻は、 作物と果樹、第三巻は家畜と馬筆の育て方を扱う。第四巻は養蜂に関する。第四巻ではの形式で、アリスタイオスによる養蜂術の発見の神話や、オルペウスの冥界下りの神話が生き生きと語られる。なお、セルウィウスのような古代の注釈家は、アリスタイオスのエピソードの箇所にもともとは、 ベルギリウスの友人であった詩人のガルスへの称賛が置かれていたものを皇帝、アウグストゥスが命じて入れ替えさせたと推測している。ガルスはアウグストゥスの不況を買い、紀元前26年に自殺した。農耕詩の歌の調子は楽観と悲観の間を揺れ動く。そのため詩人の意図するところをめぐって激しい議論がなされている。にもかかわらず本作は、 後の教訓誌の模範となった。ウェルギリウスとマエケナスは、紀元前三十一年のアクティウムの海戦において、マルクス・アントニウスとクレオパトラの連合軍を破り、凱戦を果たしたオクタウィアヌスに、変わる変わる交代で、農耕詩を読み聞かせたと言い伝えられている。アイネイスは、ウェルギリウスの最後の作品である。署名は、アイネイアースの物語を意味する。制作は、 全29年から始まり、ウェルギリウスが亡くなる全19年までの10年間続けられた。詩人は死を前にして、未完の原稿を焼却するよう強く望んだが、アウグストゥステイがそれを認めずに反復を命じたという伝説がある。実際には、アイネインスは移植作品であり、プロペルティウスによれば、制作を移植したのはアウグストゥステイその人であったという。アイネインスは、 全12巻からなる、女児詩である。ベルギリウスは、トロイアの武将アイネーアースの旅について、最初は、三文で公害を述べた後に、ところに、英雄死刑として知られる長短短角六歩脚の死を挿入した。ベルギリウスは、ラテン語で本作品を制作するにあたって、ギリシア語によるホメーロスの女児集をモデルにした。すなわち、前半のトロイアを逃れたアイネーアースがイタリアに、 たどり着くまでの放浪がオデュッセアに相当し、後半のアイネーアースの土着勢力との戦いがイーリアスに相当する。もちろん、前編にわたって、ホメロスの影響は大きく、以上の区分はあくまで作品全体を挙手的に見た、場合に打倒するものである。主人公アイネイアースは、トロイアの王子で、ウェヌスの息子である。アカイア人により包囲されたトロイアから脱出し、 右与曲折を経て、イタリアに落ち延びる、第六巻まで。地中海の変歴中には、カルタゴの女王ディードウと惹かれ、アウが、トロイア最高の志を思い出し、これを捨てる、第四巻。たどり着いたイタリア半島においては、ティベリス川を遡り、パラティヌス級に住むエウアンデルと同盟を結び、土着勢力、ルトリ族の主張トゥルヌスを倒して、ラビィニウム市を建設する。 アエネイアースが建設した街はローマへと発展することになる。ベルギリウスがアエネイ,イスを制作するにあたってモデルにした先行作品がいくつかある。ホメーロスの影響は至るところに見られるが、その他にもラテン語詩人のエンニウスとヘレニム詩人のロドスのアポローニオスからの影響が顕著である。アエネイ,イスは女子詩シの語り口を固く守る。その一方で、 悲劇や紀元説和紙など、他のジャンルの要素を取り入れることによって、除ジ湿ジシというジャンルの領域を拡大しようとする。古代の注釈家が推測する説によると、ベルギリウスは、ホメロス作品を下敷きにして、アイネイスを前後二部に分けたという。この説によると、前半の六巻は、オデュッセイアオテ本にして書かれ、後半の六巻は、イリアスに基づくという。アイネイスについては、 過去、様々な議論がなされてきた。女児史全体の語り口が特に論争の的となった。アエネイ,イスが全くもって悲観的であり、アウグスティヌスの新体制に対して政治的な動揺を与えるとみなした論者もいれば、全く逆に、アエネイ,イスが訂正の開始をことほぐものだとみなした論者もいる。アウグスティヌスの新体制の暗揺をアエネイ,イスに見て取り、ローマの建設者と再建者、 アエネーアースとアウグストゥスとの間に強い関係があると読む学者もいる。クライマックスへ一直線に進む強い目的論を見出す読み方もまたなされてきた。本書がローマの未来に関する予言の書とみなされることもあった。あるいはアウグストゥスやカイサルなどの功績、カルタゴ戦争を暗誘しているとする読みもあり、アエネーアースの盾にはアクティウムの海戦における アウグストゥスの勝利が描かれているとも言われている。アエネーアースという登場人物に焦点を当てた研究もある。女ジ,ジシの主人公としてアエネーアースはいつも個人の感情とローマを建国するという彼に課せられた義務の遂行との間を行った来たりする。ところが長い女ジ,ジシの最後に彼は感情を抑えることができずにトゥルヌスを冷酷に殺す。 信心深い議人アイネエアースが、そのような一線を越えた行動をすることに注目する、研究ある。アイネイースは、非常に好評を博したようである。ベルギリウスは、第2、4、6巻をアウグストゥスに読み聞かせたと言われている。絵画のテーマにもなった有名なエピソードではあるが、学術的には、疑わしいとする意見もある。言い伝えによると、ベルギリウスは、 紀元前19年頃にアエネエイスを遂行するためにギリシアを旅したとされている。アテネでアウグストゥスに会い、共にローマに帰ることにしたが、メガラの町の近くで熱病にかかる。イタリアへ船で渡りはしたが熱病で弱ったウェルギリウスは、紀元前19年9月21日、ブルンィシウムの港で亡くなった。ウェルギリウスは未完に終わった。 アエネイスを焼いて欲しいという意味にしたが、アウグスティスが、その執行者、ルキウス・アリウス・ルフスとプロティウス・トゥッカに命じて、これを無視させ、可能な限り編集の手を加えないで、アエネイスの出版を命じた。結果として、アエネイスのテキストには、後で出版する前に訂正するつもりの誤りが、残った。それは、ダクチュロス・ヘクサメトロスの死刑になっていない、明らかに不完全な数名だけである。 ところが、詩人は劇的な効果を出すために、注意深く因率の足りない意識を残したのだという説を唱える学者もいる。他方で、不完全な箇所について、学術的な議論をすることに懐疑的な学者もいる。ベルギリウスは、ダンテ・アリビエリに、大きな影響を与えている。ダンテは、新曲において、ベルギリウスを、自分の死の根源として称え、主人公、ダンテの、 主として案内役に登場させた。二人の詩人は地獄、煉獄の二つの世界を遍歴していく。なお、新曲においてウェルギリウスは、コメーロスやウェルギリウスと同じく、マエキナスの庇護を受けたクイントス・ホラティウス・フックスらと、共に変獄に置かれている。また、牧歌は、テオクリトスの牧歌をより抽象化し、すべては自然から学びへ。 自然をシンボルを映す鏡として見、非造物を通じて教訓を得るものとして、俗人を離れたアルカディアでの生活を理念化し、パストラーレ、マキ歌詞の基調を時空を超えた理想郷として描いた文学史上最初の作品である。また、農耕史は農業の愛しさとその農耕の理想と理念とを自然との共生として描き、農学における、 環境科学的理念を描いた文学史上最初の作品である。また、ヨーロッパ中世においては、ウェルギリウスが偉大な魔術師であったという、ウェルギリウス伝説がルフし、ウェルギリウスは多くの説話に登場している。また、中世ヨーロッパにおいては、ウェルギリウスの父母が魔術師であった。そして、詩人自身もという説がルフしていた。ラバンタルにある、ベネディクト会修道院。 セイパウロ修道院が保管する古文書、サンブレーナネス86には、記載内容をあまり信頼することはできないが、中世のウェルギリウスで浮いたノーイセンシスが含まれる。これによれば、ウェルギリウスという人物は、スティミションという名前の投稿トルクレテウスの妹、マイアの息子であるとされている。この伝説は、詩人の父が魔術師であるという説を補強するために、 ニューエイジ思想の信奉者に受け継がれた。この魔術師というペルソナは、ボッカ五歌五55に見られる、キリシア語の名詞、スティミショを持つ、架空の羊飼いビューコリックス、V、55、ヤムプライトムスティミキンローデュットカルミナノブスと、同一視される。同宿は、ラテン語で、魔術師ウェルギリウスと読める。ニューウィズダムというニューエイジ系の本には、 ウェルギリウスの父スティミションは魔術師であり、マギウスなる国の密誌に奉仕する先生術師であったと記載されている。なお、注釈家のほとんどがスティミションをガイウス・マエケナスのことを指すと返しているのが実際のところである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。